ボのセットプレー決まったすごいね見事な直接フリーキックのゴール。足元ディエゴ、久保が前向いた、久保が前向いた、久保久保武人これが久保武人。もう一度久保へワントラップシュートー素晴らしいゴールが決まりました。久保イニエスタの前でバルセロナの先輩の前で見事なゴールを決めました。前から連動してプレッシャーかける、奪いました東京、そして久保の前にスペースがある、久保期待値になるシュート、先制は FC 東京 U23。 長いボール原太一、左サイドからチャンス、中3枚くる、折り返し久保、久保武人、石原に使わせるという意図もあると思うんですよね。さあここは久保がエリア内に入ってくる、左利き、中に落として本戦だが決まりました。
Kiri Kubo, Aise. Kanan baiklah para pemain Jepang. Lewat Kubo, masih Kubo. Dikontak ke nasib Aise. Lakukan sudah. Gol kembali. サイド久保が抜けます。久保切り返したシュートーゴール。最高が頑張ります。今度切っていく。さあシュート、久保がゴール。